はい、おはようございます。本日は2022年の11月の18日の金曜日です。現在時刻が朝6時30分頃ですね。現在私はね、ご覧のように、JR 東日本の横浜駅に来ております。横浜駅もね、だいぶこうやって変わったんですけれども、これからね、東海道線に乗って、私東京駅まで行きます。横浜から東京というと東海道線の普通列車によると、ね、わずか25分から30分くらいで着くんですけども、せっかくで東京までね、こうして動画を撮るんで楽しもうかなと思います。はい、わかりましたでしょうか。6時45分発のサンライズセットに乗って東京まで横浜から行きます。乗車時間はね、わずか23分なんですけれども、たまたまね、十分席が空いていたので、今回普通車の、のびのび座席に乗って東京まで行きます。昨日の夜ね、四国の高松を出発したサンライズ瀬戸号、これね、ちゃんとね、長距離列車なので遅れることがね、やっぱり多いんですけども、今のところね、定時運行しているようなので、これからね、横浜駅のホームに入ってサンライズ瀬戸号、東京まで23分なんですけども、楽しもうと思います。それではね、横浜駅の方に入っておこうと思います。This is the Sunrise Seto and Sunrise Izumo bound for Tokyo.
ございました。まもなく終点東京です。新幹線、山手線、京浜東北線、中央線、上野東京ライン、総武快速線、京葉線と地下鉄丸の内線はお乗り換えです。お降りの際は車内にお忘れ物のないようお手回り品にご注意ください。サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございました。上野東京ラインが降りましょう。ホーム第7番線でお待ちください。総武快速線はホーム中ほど階段を降りまして丸の内地下中央付近口から総武地下方面お進みください。京葉線はホーム後寄りの階段を降りまして八重洲南口側から京葉地下ホームへお進みください。地下鉄丸の内線は改札を出ましてお乗り換えください。8分遅れで到着いたします。到着遅れましてご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございません。8分遅れで終点東京に到着です。東京駅に着きました。ちょっとね大森を過ぎたところで、非常停止ボタンが押された影響で8分遅れて東京駅に到着です。ただ、ね、非常停止ボタンを押された理由というのがまたね面白くて、ね、部屋が分からなくなったお客さんがね、なんかね分かんなくて非常停止ボタンを押しちゃったようです。まあまあなんか非常停止ボタンを押すほどのことかなとは思ったんですけども、まあちょっと押しちゃった人はねパニックになっちゃったのかもしれませんね。車掌さんを呼ぶつもりがねもしかして非常停止ボタンを押しちゃって、電車が止まっちゃったのかもしれません。まあその影響でねちょっと東海道線とかがねちょっと今若干遅れてるようです。サンライズ瀬戸に乗ってね横浜から東京に行く動画はいかがでしたでしょうか。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ただねこれね横浜東京間ってねあの伸び止め座席使うと1050円で行けるので、まあ、グリーン車とかね特急の指定席使えるかはねちょっとプラスになるんですけどもね、完全に横になってね東京まで行くんでね、まあ方法としてはありかなとは思うんですけど満席とか満室の日はねちょっとやらない方がいいかなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。